ジャスいいねいいねジャス。皆さんこんにちは、野球市場のぼこです。今日はね、千葉県のどこから来た？成田です。今日成田から、成田県じゃない、千葉県の、成田市からね、この小学何年生だっけ今？5年生の大成くんがやってきていました。本日はよろしくお願いしますね。でこの大成くんというのは、先日ね、僕があの野球教室でね、出会ったんだよね、はい、でいつもね、野球部あるあるを見てくれててでそこからちょっとね、まさかの俺のファンになってくる、はい、俺のファン、はい、いいね、いいねというわけでね、この不思議なご縁からね、今日はね、ちょっとバッティング、教室を、やろうというね、企画になっております。で大成くん、やっぱりね、バッターっていうのは憧れの選手って人がいるやん。あのさ、大成くんの憧れの選手誰？レアです。もうちょっと待って、どんなバッターになりたい？レアです。まさかのレアード。ちなみに、右バッター？左バッターだけど、レアードみたいな、ああいう風にね、ホームラン打って寿司を握りたいと。ちょっと寿司握ってみようよ、ちょっと寿司握ってみよう、はい、ホームラン打ちました。はい。これです。まあこれで、ね、少年野球とかじゃなかなかできないけどね。まあね、今日はちょっとね、大成くん、レアード化計画ということでね、ロングティー、練習をやりまして、それでね、ちょっとね、少しでもね、レベルアップしよう、今日ね。はい。それじゃあ、よろしくお願いします。よろしくって言って、せーの、よろしく。じゃあ、お願いします。お願いします。はい。スイングが綺麗ですね。でもレアードじゃなく、どちらかというとちょっとね、左バッターの誰だろう、誰っぽい、誰ですかね、うん、なんか西川春樹みたいな。もう少しじゃあ、外側吹くよ。素振りするときに、基本的に、例えば、まあ、お父さんとか、はい、いたら、こういうふうに、まあ、やったことあると、はい、こういうふうにやってもらった方が、結構実践的になるから、はい、そう、一回やってみようか。はい。怖え。レアの方が来ちゃうよ、レアの方が。そう。で、ここを、1点を見すぎると、ちょっとやっぱり力んじゃうから、例えば、一回ピッチャーの方、ピッチャーの方を見て、イメージして、こっからこう持ってくる。俺の手の方。ピッチャー見て、こう。ずっとこのままだとさ、もう硬くなっちゃう。こっち。はい、小学生のうちから素振りをするにしても、一本一本、より実践を想定した練習をしてほしいとの思いから、このような練習を、やってます。大成くん、なんかスイングめっちゃ綺麗じゃん。よく言われる。なんかレアードじゃなくない？ね。やっぱりね、西川系だよね、完全にね。でもやっぱレアードになりたい。ね、そうだよね。オッケーオッケー。じゃあ今からちょっとね、ロングティーやっていきましょう。はい、ここからロングティーです。普段小学生は C 級を使っておるんですが、今は、重い球。A 級、大人用のね、A 級を使ったロングティーをしております。少しね、ライナーのような打球が多く、打球が上がってないような、印象を受けました。まあ力みもあったので、ちょっとね、スイングが波打ってるイメージがあったので、この後指導をしていきます。はい、ここからスローです。小学生は特に多いんですが、僕も昔そうでした。飛ばそうとするあまり、ポイントが非常に前になって、手首を早く返しすぎてしまう。このポイントをね、ある1点の方法を使っ
って修正していきます。はい、やはりその方法はステイバックです。この角度、僕が小学校の高学年から実践しておるんですが、今ね、少年たちにずっとこの方法を伝えております。歴代のプロ野球選手の中で、分かりやすいのが松井秀喜選手、あと外国人だとバレンティン選手ですとか、昨今だと柳田悠岐選手が非常に分かりやすいんじゃないかと思います。やはりね、小学生のうちは筋肉がまだ、発達してない状態なので、その中でも特に一番でかい筋肉、広背筋を使ったバッティング、ポイントをね、反るだけで、今までこうスイングしてたものがこういうイメージなのね、こういう感じで、じゃあ反ってみる、いいね、もっといける、そうで、そしたら自然と今までここで捉えてたものが取ることによってボールも長く見れる。で、一番力が入るポイント。じゃあこれ近い。近い。全然いかないでしょ。逆にこっち、こっち近い。そう。こっちの方が力入るでしょ。このイメージ。ここで打つんじゃなくてこっち。で、ボールも長く見れるし、後ろで打つ。後ろで反って打つ。ナイスバッティング。ジュニアハイスクール。どう、楽しくできた。楽しいでしょ。もうね、多分ね、彼ね、もうレアード予備軍。どう、レアードになりそう。はい、いいよ、今日のあの打球打とうね。で、今度じゃあちょっと実践やってみるから。また次回、はい、俺ちょっと試合見に行っていい？大丈夫です。大丈夫。なんていうチーム？並木ペイシェンス。並木ペイシェンス。ちょっと初音。並木ペイシェンスです。すごい。今後のね、この大勢くんでね、ご期待ください皆さん。彼ね、俺がもうレアードにしますんで、完全に。ホームラン打った後に寿司やってもらいますんで。それがもう今の僕の夢です。で、頑張ってね。はい、ね、これからもよろしくね。はい。オッケー。よし、じゃあ。はい、じゃあそれでは、ありがとうございました。はい、この後向こう図の紅白戦にまさかの大勢くんも混ざってもらいました。2番セカンドで先発出場です。そしてまさかのいきなり第1打席で最高の結果が出ます。どうぞ。このバッティング、そしてここのセンターからのカメラもどうぞ。ナイスバッティング。そして続く僕が3番に入ったんですが、もちろん大勢くんのこのセンター前ヒット、もうね、意識させられすぎて本当はホームランを打ちたかったんですが、大勢くんが、繋いでくれたこの打席、しっかりと大勢くんのように渋いセンター前ヒットを2番3番でね、連続ヒットを続けていくことができました。最後にこれ見ていきましょう。しっかりと引きつけて後ろでポイントで背中を反ったこの素晴らしいバッティング、センスあふれるこの大勢くんに今後もご期待ください。